鶴の恩返し。昔あるところに、とても貧しいけれど心の優しい若者が住んでいました。あるとても寒い冬の日、若者は罠にかかっている鶴を助けてあげました。鶴は幸せそうに鳴き飛んでいきました。その夜、雪が降り始め激しく積もりました。トントンと誰かが戸をたたく音が聞こえてきました。若者が戸を開けると、頭からつま先まで雪をかぶった美しい娘が立っていました。道に迷って困っています。どうか一晩泊めてくださいませんか？娘は美しい声で言いました。それはお困りでしょう。こんなところでよろしければどうぞお泊まりください。若者は優しく言いました。雪は何日も降り続き、積もりに積もりました。玄関の扉は開けられなくなってしまい、娘は若者の家に数日泊まり続けました。娘はとても優しく、よく働きました。そして若者は娘を好きになりました。やがて太陽が顔を出し、雪が溶け始めました。もうすぐお別れか、と若者が悲しんでいると、娘は、私をあなたのお嫁さんにしてくださいませんか、と言いました。二人は夫婦になりました。ある朝、娘は言いました。お世話になったお礼に布を織りたいと思います。でも一つだけ約束してほしいのです。私が布を織っている間、決して部屋を覗かないでください。いいとも、約束するよ。若者はにっこりしながら言いました。娘は部屋をピタリと閉めました。トントンカラリ、トンカラリ、トントンカラリ、トンカラリ。部屋の中から布を織る音が聞こえてきます。3日後、娘は出来上がった布を若者に渡して言いました。町へ行って、これを売ってきてください。なんと美しい布だ。呉服屋の主人はびっくりして言いました。布はとても高い値段で売れました。たくさんのお金を手にした若者は、娘にもっと布を織ってほしいと頼みました。娘は静かに言いました。では、もう一枚だけ織りましょう。でも、決して部屋を覗かないでください。トントンカラリ、トンカラリ、トントンカラリ、トンカラリ。布を織る音が一日中響きます。若者は娘がどうやって布を織っているのか気になってきました。トントンカラリ、トンカラリ。夜になっても娘は布を織り続けます。若者はますます気になってしまい、そしてとうとう戸を開けてしまいました。
娘の姿はどこにも見当たらず、なんとそこには自分の羽を一本一本抜いて布を織る鶴の姿がありました。決して見ないと約束したのに、娘は出来上がったばかりの布を渡して悲しそうに言いました。私はあの日あなたに助けていただいた鶴です。あなたに恩返しするために少女になりました。でももうお別れです。娘は鶴に姿を変えると、さようならというように一声泣いて空高く飛んでいってしまいました。おしまい。You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound.